ツンデレじゃないけどさ結局このニコニコの配信のラグがもっと短ければいいんだけど短くならないからさこれで 5G になろうが何しようが光回線自体のソフトはもう変わらないわけでパソコンで配信してる状態だともうこの皆さんのコメントのラグが10秒20秒っていう単位になってくるともうニコニコでやる意味ないなと思って。 でまあ今ちょっとまあ終わりますっつってから申し訳ないんだけどいやじゃあ誘い受けじゃないでもやっぱ毎回毎回和骨こんばんはっつってさでこんばんはって言ったっきりあと何にも喋らない人とかさそう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 なると皆さんもコメントするのを躊躇するわけでしょだから8秒のラグで低画質でやってた時代っていうのの利点はあるだけあったんですよ それをなんとか技術でもっと2秒3秒って縮めてさ電話するぐらいのスピードで皆さんがコメントとか見れればいいだってこんな文字だけ出てくるようなさ <laughs> 配信にさ 720p 配信はいらないわけですよなゲーム見てるわけじゃない僕の文字が動かずにここに出てることの利点なんか何にもないんだから低 <laughs> 画質でも。 ねえレスポンスのいい放送の方がいいんじゃねえかなと思っててさだからちょっと今僕企画を考えてる中でさそのまあ僕が完全リモコンになる「ゼルダの伝説」の話なんですけどほらね終わるっつって終わらないでしょ完全リモコンうんそうサボられてるだからウィンウィンじゃないんですよ「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」ド 僕は目隠しをします。枠取りの時と延長ボタンを押す時以外は目隠しをして、b レ e オブ of the Wild を音と今までプレイしたプレイスキルと、あと残りはみんなの指示で動きます。いいよいいよ、まっすぐまっすぐとか。でそれがタイムラグで遊びたいなと思ってるんですけど、タイムラグ込みでね。 でもさすがに20秒のタイムラグはないじゃん。<laughs> 前に進めってってあなたたちはその20秒後に僕に届くわけだから、それを僕は目隠しでコントローラーを頼りに前に進めるっていうことをしなきゃいけない。うんでもそれはちょっと面白いかなと思っててさ、ああの <laughs> 君たちが嘘をつくことも可能だし、 嵐みたいな感じで適当なことを言う人とかもいるだろうしあーそ,それも込みでちょっとこの時間と手間のかかるうーちょっともやっとする「ゼルダ」の伝説というのをですねやるのは面白いんじゃないかなと思ってでたまにほら僕のほらスーパープレイというかあの今まで撮った絹塚的なやつがあるからさ たまにビタロックとかさお前それ見えてんじゃないのぐらいのプレイができたりとかあと BTB のセットアップがいかに完成されてるかっていうところでさ <laughs> 見るのちょっと面白いじゃん BTB とか目隠しで成功したらすごいなってでもこれ僕が目隠ししてる証拠というのは本当に信頼関係だからあの僕別に顔出ししたいわけじゃないし その顔出しして目隠ししてる証拠を映しつつやるっていうことに何の意味もないと思ってるからそ,そ,のその証明するためになんで僕は身元がバレるような自分の写ってる映像を載せなきゃいけないんだって僕は思うからあの信じるも信じないもあなた次第です的なことをやりたいんだけどねうんこれにはやっぱちょっとレスポンスの高さですよな。 マでゼルダの伝説はアクションゲームだから <laughs> 目も見えないでさ敵の音と足音が聞こえてる中でさ僕はやばいかもやばいかもっつってずっと交代とかしててさうそ,そんな中で君たちが右とか左とか指示としてはすげえ間違ってる感じをするというのはね状況説明とこっちに動いてくださいとかさ あいう風なことをちゃんとできるかどうかっていう,う,そ,うそういう見定めすら一切できてないけど、まあ、ちょいちょいこう頭の中に浮かぶその失敗シーンとか成功シーンとかも考えるとちょっとこれはうんシリーズとしてね 100%RTA が終わったらもしくは 100%RTA、えー、の最中でもねやってもいいかななんていう風にはちょっと思っております。クリアまでで予想で 30時間ぐらいかな。4つの真珠曲がっていけるの、うん。目が見えない状態でどうクリアするかっていうビジョンもわからないから、ちょっとや,やるのは面白いなぁとは思ってますね。まあ、その時はその時で、またアナウンスとかすると思うんで、よろしくお願いします。うん、だこういう面白いこと考えてるけど、結局はそれはラグの問題でなんともならないっていうこともあるからクリアできたらすごいよ。 うーんそうだねガノンとか最終ボスとしては叩けばいいんじゃなくてタイミングを見ないといけないわけだからね <laughs>、うん、でもハマれば回転切りで行くパターンとか感覚で覚えていけるかもしれないねあ,あとそうだ回復のタイミングとかさそんなのとかもう指示であこの人このプレイでやってるとあのおそらく ここで回復できなくなるなとか言って言うと先読みして回復って打っとかないといけないとかさ <laughs> あるからね、うん、面白いと思いますよまあまあそのうちやるときはよろしく来,来週それやるかもね完全目隠し、えー、みんなのリモコンになって延々とゼルダの伝説をやりますっていうねそれでそれはニコニコで動画化することも考えてるからうん 終わ<え>ると思うその予想も当たると思います、うん、そ,その予想すごく正しいと思う、うん、<laughs> うるせえなーっつってもうやめるぞーっつってねカン、うん、ってなるんでね <laughs>、うん、エンディングテーマがルンルン流れちゃってね、うんうん、だから僕目隠ししてからルンルンタイムいつも手動で流してるやつとかはもう一切流せなくなるわけだ絶対。 <laughs> 楽しいな楽しいなで後から自分で動画編集というか、ま、ニコニコに上げるために動画編集するときにまた発見もあるだろうしね面白いなと思います取っ手出しでも面白いだろうし、うん、こそれだと声ありの指示がほぼほぼ面白いなと思うしそうなると今度「あのこんにちは」とか途中で入ってきた人とか今うるさいなって言って 今、知事待ちの時にこんにちはとか言わないでもらえるかなとか。<laughs> <あの笑>すげえ、初見バイバイみたいな放送になるのとかも、全部込みで面白いなと思っちゃうから、<laughs> まあ来週やるんだったらやってるかもしれないんで、まあ期待してください。だこういう時にね、タイムラグをどうするかこうするかですからね。うん、じゃあまあ、そんな感じです。終わります。さよなら、さよなら。 <laughs> 人がいればいるほどなあーでもないこうでもないっつって関係ない話されて俺,れ俺は俺は始まりの大地から出たいんだから指示をくれっつってんのに全然違う話を君らがしてなアイドルマスターの話とかされちゃうんだよな えまあそういうことです。終わる終わる詐欺のメンバー JC の話はまあこんなものでございまして。じゃあ、さよなら。さよなら。ありがとうございます。まあ、機会があったら練習しときます。